ディオアクアス、アクアス、画面直してないよ。アクアスエイドドゥア、レディオアクアス、アクアスエイト、月8、この番組は那須塩原市、ソスイスクエア、ソスイスクエアアクアスの中にありますスタジオアクアスより、生配信いたしております。ごめんなさい、画面の方直してなかったんでちょっと直します。はい、治りました。月8です。レディオアクアス、アクアス8、月8。我々、レディオアクアスは、市民のボランティアで運営しております。月曜から金曜の夜8時から9時までの間、こうして生で配信しております。週の始まり月曜日の8時ということで月8、この番組をお送りしますのは、上田エレニスさん、今日もお休みです。去年もね、多分1月の12日の月曜日、成人の日、あの時だと、石垣真也さんと上田エレニスさんとお二人お休みだったんですけども、多分あの振袖を着て成人式に出てたんじゃないかと思います。で、今日も多分エレニスさんの成人式に出てるということで、雪の中大変だとは思うんですけども、お休みさせていただいております。私ですか。私はまだまだ成人式迎えられないお子ちゃまなので、そのうち、お休みいただくことになるかもしれません。でも面白いですね。国民の祝日が変わりまして、月曜日が必ず成人の日というのもね、土日月と連休になる、方も多い、まあ、そんな中で、成人の日をお祝いするのもいいんじゃないかと。でも今日はすごい雪ですからね。ニュースといいますか、ネット上に出てた写真なんか見ますと、雪の中振り袖着て歩ってる人、女性とかいますけど、すごい大変だったんじゃないかなと思います。場所によっては昨日や一昨日行われていて、今日職場で仕事しながらじゃないですね、仕事しながらそんな雑談してるわけじゃないんですけど、昼休みとかにちょっと雑談したんですが、成人の式の3連休になってるんだから、土曜日日曜日にやって月曜日はまあ休養日にしたらいいんじゃないかって、せっかく成人の日ですからね、大人の仲間入りということで、お酒を飲んだりということもするでしょう。二日酔いになっても大丈夫なように、日曜日に飲んで月曜日は一日休養の日というのがいいんじゃないかなって話をしていましたが、そうすればね、今日なんかはこの雪の中、振り袖を着て歩かなくてもよかったんじゃないかということで、昨日 Facebook とか、ブログに書いてる人とかの見ますと、昨日やってるところも結構あって、この番組の関係者ですと、金曜日に、ゲストじゃないですね、半分レギュラーのような形で出てた、稲葉くん、今年成人式でしたね。それから、僕の大好きな女性ですけども、金八をやってたお二人、矢板節子さんが成人式ではなくて、娘さんのまみちゃんの方ですね、次女の、のんちゃんのお姉ちゃんが、成人式でした。のんちゃんもね、あと3年すると成人式になるんだよなっていうのはちょっと感慨深いですね。始めた頃まだ中学生でしたからね、今高校通っていらっしゃいますけども、のんちゃんの成人式ぐらいちょっと見に行きたいななんて思いますけど、どうでしょうかね。矢板さんに呼んでもらおうかな。まあ番組に出ていただいてもいいんじゃないかななんてことを思いますけども、そうですね、成人式、僕の成人式どうだったかっていうのは、実は金曜日にもそんな話出たんですけど、学生時代、大学行ってたんで親元離れて、高校までの友達とかとも一緒じゃなかったということもあって、市で、
お祝いしますからって来てくださいねっていう案内来てたんですけど、結局行かなくて、スーツなんかもちゃんとしたの持ってなかったんで行かなかったんですけども、送られてきたのはアルバムだったかな、あなたが生まれた時はこんなことがあって20年間こんなことがありましたよっていうのも入った形のアルバムで、もらったアルバムには、学生時代の写真なんかを貼って今も持ってるはずですはず、それとね、僕の成人式の時すごく思い出に残ってるのは、親元離れて、大学のあるところで暮らしてたちょうどこの寒い時期ですけどもね、家族から、手紙が届きました。当時まだ元気で生きていた、おばあちゃんも、手紙を書いてくれました。家族全員からの温かいメッセージがすごく心に残ってますね。とても嬉しいことでした。金曜日の時にちょっと僕なんかね偉そうなこと言ったんですけど、最近成人式の式典が荒れてるなんて話があって、みんなじっくり人の話を聞くことができてないっていうことで、しっかり話聞くときは聞こうよ、その後のパッと騒ぐときは騒いでもいいから話聞くときは、話聞こうよ、けじめをちゃんとつけようよって、実は僕自身すごくけじめつけるのが苦手な人間なんですけども、仕事するとき遊ぶとき、仕事しながら遊んでたり遊びながらなんか仕事のこと考えたりとか、非常に苦手な人間なんですけど、ちょっとしたね心がけで、人の話を聞くときは、まあ、騒がないで話聞こうよとかっていうことを、心がけるだけでも随分違ってくると思います。またそうやってじっくり話を聞いてみると意外とね、役に立つ話してると思います。意外となんて言うと失礼ですけど、まあ、みんな新成人のためにね、良かれと思った話をしてくれてるんでね、全部が全部ありがたいお話っていうわけじゃないですけども、その中で一つでも二つでも、あ、こんな考え方があるんだとかね、自分が知らないことを知るっていうことは、非常にいいことだと思います。今まで考えても見なかったことをちょっと考えてみるきっかけにもなります。そんなことを心がけて、もう成人式のね式典終わっちゃったと思うんですけども、来年成人迎える方、そんな風に心がけてちょっと言っていただけたら、人の話というのもね、100聞いて1でも2でもいいです。本当ね役に立つ部分きっとあると思います。たまにはそんな風にしてみるのもいいんじゃないかなと思います。でそれを終わった後、みんなで騒ぐ時にはバカ騒ぎしてもいいと思います。ただそちらもね、限度っていうものがあって、あまりにも人に迷惑になってしまったり、自分の体を痛めつけてしまったりなんていうことのないように、した方がいいんじゃないかなと、今日もまた偉そうなことを言いましたけども、この話の中にもね一つ二つちょっと心に残るものがあったらいいなと思います。今日もねエレニスさんいないんでね、どんな風に進めていこうかねちょっと考えてるんですが、通常ですと月曜日の、この時間は、オープニングトークの後は、暮らしの扉、3つの扉を用意して、皆様をお迎えしております。1つ目の扉が暮らしの扉、那須塩原市の生活情報、今日も何か先週お話ししたのと同じような話になってしまいますけども、ちょっとお話ししたいなと思います。それから通常ですと、エレニスさんがトライアルマートさんから商品をお借りしてきまして、ブラジル・ポルトガル語で、生活に役立つ情報を、役立つかどうかはね分かんないんですけども、聞いた人が役立ててくれたらいいなという思いで、商品紹介をしてくれております。その後音楽を挟んで2つ目の扉が仲良しの扉、こちらも上田エレニスさんが、聖書の御言葉と、ブラジルポルトガル語講座を、お話ししてくださっております。聖書の御言葉もね、長く続いておりますね。アダムとイブに始まって、延々と続く、人類の歴史、そのあたりを今やっておりますが、
どこまで行くんでしょうかね、まだまだずっと長く続くと思います、お楽しみにしてください、そして、ブラジル・ポルトガル語、僕も大してまだ覚えきれてないんですけどね、ボンディアとかボアノイテとか、チャオとか、まだあの番組終わるわけじゃないのでチャオと言いましたけども終わりません。お付き合いください、それから、音楽をもう一回聴いていただいて、最後3つ目の扉としまして懐かしの扉、こちらは私の方で、お送りしておりますが、メールテーマに沿った形で皆さんからお寄せいただくメールを紹介したり、私のことであったりエレンスさんのことであったり、と昔懐かしいお話、そんなお話をしております。今回のメールテーマですね、この1月ですけども先週番組の中で決めさせていただきました。壊れてしまったもの、失われてしまったものの思い出ということで、先週はあの足利の八雲神社、焼けてしまった、八雲神社の写真、見ていただきましたけども、私見てきました。森高さんもね、森高千里さんも悲しんでらっしゃるということで、僕も一緒にね、千里さんと一緒に悲しんでおります、見てくれてるといいんですけどね、千里さんもね、まあ、多分見てはいないと思いますが、一緒の気持ちで、悲しんでおります、皆様の、壊れてしまったもの、失われてしまったものの、にまつわる思い出話、メールでお寄せいただけると嬉しいです、メールの送り先はここにも出てますけども、月8アットマークレディオアクアス .net、月8は、HATI ですね、月8、アットマークレディオアクアス、radio-aqas.net ですね。はい、レディオアクアスのホームページからご覧いただいている方には、メールを送るというところ、番組にメールを送るというところがあるかと思います。そちらから、入って月8宛てに、送っていただけると、私のこのスマホくんですね、こちらに多分届いてくると思います、そうするとご紹介させていただけますので、ぜひぜひご覧いただいている方には、メールを送っていただけるとありがたいです、それではですね、今日もこれから配信、番組の方に入っていきたいと思います。ところでエレニスさん見てくれてますかね。エレニスさん見てたらメールください、それから那須原からあったかい千葉の方に引っ越されましたけども、石垣まやさん、ご覧いただいてますでしょうか。まやさん元気ですか。ご覧いただいてたらたまにはメールを送ってください。よろしくお願いします。まあそんな話をしていくとね、サラさんやアイさん、ご覧いただいてたらぜひメールください。この間じゃなくて今週末ですか、今週末多分20日の日曜日ですね、以前サラさんも歌われた大空の演奏会が、那須町で、行われます、これツイッターフェイスブックだったかな、どなたか書いてたんですけども、日曜日20日日曜日の、1時からだったと思います、私2時からかなと思ってたんで行きたいななんて思ってたんですけども、1時からだとちょっとカレー食べていくのにまずいですかね、と忙しいですかね、カレーの話もしちゃいましょうかね、暮らしの扉入りたいと思います。チラシないのでね、ちょっと大工の方は紹介できないんですけども、那須町文化センターで、20日日曜日、午後1時開演だったと思います。12時30分開場、1時開演、以前サラさんが歌った時にはですね、オーケストラの部分を3台のエレクトーンという、珍しい演奏形式だったんですけど、僕すごくあの時感動しましたよね、まさにオーケストラと同じだなと、
音楽大学の先生が演奏されてたということもあるんですけども、本当オーケストラのように聴くことができました。今は、アマチュアのオーケストラが一緒に演奏しているということで、那須町の第九を歌う会の皆さんと、アマチュアのオーケストラによります演奏、年末にね第九を聴くというのは定番になってますけども、年明け1月に第九を聴くというのもいかがでしょうか。それでは他に週末のイベントなどをちょっと紹介したいと思います。見えるかな、こっち側か。月の上の音楽会、こちら宇都宮なんですけども19日の、土曜日、場所がですねトゥートゥリーカフェ、宇都宮市西原 3-3-14、電話番号が 050-1026-5173、これ私もちょっと聞きにはいけないんですけども、宇都宮で活躍されている方々ですかね、非常にタイトルが僕好きで、僕のガリレオの大好きな月の上の音楽会アルテミス様の月ですねということで紹介させていただいてます。先週も紹介しましたけども、どんなアーティストさんが出るかというと、ミエレミエレさん、ここにも確か音楽かけたことあると思いますけど、歌とギター、一人の時間のための音楽、楽しくも少し怖いギターと問い楽器と奇妙な詩に、透明な歌声を乗せた小話音楽、それから耐えなる、歌と鍵盤ということで、透明な歌声透明な音楽けれども右極してさまよう奥深い独自の世界観を鍵盤と小さな楽器と歌で表現する。もう一つは、もう一人の、もう一方はですね、絵の展示ですね、高村由紀さん、絵描き、いつも見ている景色たちを独自の世界で表現、現代動画が、動画界会員ということで、19日土曜日、なかなかアーティスティックな催しが宇都宮の方ですが、ございます。それから、先ほど言いましたカレーですね、カレーまた行われます。那須塩原のカレーフェスタ、あもうちょっとこう立てないといけないかな、いよいよ今週末、先週紹介した時今週末って言ったような気がするんですけど、先週末ではなく今週末ですね、1月の20日日曜日、11時から15時、午前11時から午後3時、場所は、エコガレージ守谷、那須塩原の駅から、ガーデンアウトレットのところを通り過ぎてもうちょっと先になりますかね、エコガレージ守谷さん、こちらで、行われます。今回出展されるのはこのチラシにも出てますが、アメリカンビアバーレッツ、自家焙煎コーヒーブラピ、那須の守谷食堂、愛花軒、春菜庵高山さんちの5軒です。でそれの他にですね、那須塩原 PR メニューとしてミルクカレーというのがここで初お披露目するらしいですね。ミルク、本州生産量ナンバーワンの那須塩原市のミルクを使いまして、白いカレーのようですね。どんなカレーなのか僕もとても楽しみにしております。それからサイドメニューとしましてわがままキッチンラードさん、それからスイーツも、用意されます。塩原温泉の果物屋カフェ、通りの茶屋藤屋さんのとて焼き、パフェとてですね、こちらがこの、されます。それから那須塩原カレーフェスタ PR 大使の篠原信義さん、
この前ね、実は昨日、一昨日、昨日ですか、ツタヤさんでの、ライブ、聞いてきました。そこではちらっと話してたんですけども、カレーフェスタでも歌うんじゃないかなという話をしておりました。とても楽しみな、イベントです。カレーがね、これ1杯300円というちょっと少なめにしていろんな味を味わってもらうような形になってまして、ライス別売り、別売りですけど値段が書いてません。多分200円とか100円とか300円とか、まあそんな値段じゃないかなと思います。これ何も書いてないよ、1000円とか取られたらどうしようかとかっていう話を聞いたことあるんですけど、まあそれ相応の値段になってるんじゃないかと思います。詳しいところ僕もわからないんですけども、まあそんなとんでもない値段ではないと思います。それからあとは来週になります。今回いっぱいありますね。エレンスさんがねブラジルポルトガル語で伝えてくれるといいんですけど、僕ちょっとそこまで話せないので、いろいろ紹介していきますけども、もうちょっと大きくできるかな。カラーの写真あったんで持ってまた見せればよかったんですけど、モーツァルトのマテキ、クロイスオペラを作る会の、上演、こちらも年内から昨年の末から、ご紹介しておりますが、昨年巻狩祭りで、私の着付けを手伝ってくださった方、手伝ったっていうかね、全部やってくれたんですけどね、私自分じゃ全然できないので全部やってくれたんですけども、その方たちが、クロイスオペラを作る会の方たちでした。まあ、衣装を着付けるっていうことで、普段そういう作業も慣れてることもあってやってくださいました。今回上演されるのはモーツァルトの魔笛、とても楽しいオペラですね。夜の女王というね魔女みたいな女の人が出てきたり、鳥刺しパパゲーノという、鳥の羽を体中にくっつけた、変な男が出てきて、なんか素敵な女性はいないかななどと言ってるんですけども、素敵な女性と巡り会えるんでしょうかね。それとはまた全然別なところに、タミーノという、かっこいい男性、それからその人も、相手の女性はあれですね、夜の女王の娘さんですね、パミーナという女性ですけども、その2人の主人公、それからパパゲーノやいろいろ出てきますが、どんな風に話は進んでいくのでしょうか。まあ、音楽がですねモーツァルトなので非常に楽しく、心地よい音楽をたくさん聴かせてくれます。メリハリがあって、楽しいところは楽しく、しんみりと聴かせるところは聴かせる、そんな音楽になっています。素晴らしい音楽です。1月の27日日曜日、時間は1時半開演で1時半会場で2時開演、場所は、那須塩原市黒磯文化会館の大ホール。チケットはこれ2000円だったかな。黒磯文化会館やハーモニーホールなどでチケットが買えます。僕これ行くつもりでいます。行くつもりというかもうチケット買って持っております。モーツァルト、そう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 、何度も言ってますけど1月27日はモーツァルトの誕生日です。魔笛を聞いてモーツァルトの誕生日を祝ってはいかがでしょうか。これももう一つ、せっかくなので、ご紹介しましょう。こちらも前からいろいろお話をしておりますが、私も大変お世話になりました、那須フロンティアのフォーラム、こちらも今年で13回目を数えます。今回はですね、これこの前ツタヤ西那須の405店さんに置いてありましたね、本が、面影復元農刊誌、
という方、震災でいろんなものを失われてしまった人の、面影を絵で表現してるんですかね、そんなことを活動されてる方、もともとは農閑師というあの送り人の主人公と同じような、仕事をされてる方なんですが、笹原瑠衣子さんという方の講演が、予定されてます。こちら参加費は無料なんですが、整理券が必要です。これ私頼んですですけどまだちゃんと手に入ってなくて大丈夫かな。このナスフロンティアさんにあります、地域生活支援センターゆずりはカフェホリデー、それから那須塩原市市役所、各支所出張所、那須塩原市保健センターなどで、整理券を配布しています。ちらっと聞いた話によると、黒磯文化会館小ホールとこのチラシにも書いてありますが、大ホールの方に変更になる模様です。詳しいことは、問い合わせ先、特定非営利活動法人那須フロンティア、電話 0287-63-7777 まで、お問い合わせください。私も非常に気になっております。まず整理券を手に入れないといけないです。去年はですね、秋田県、お年寄りの自殺が、全国1位多いという秋田県で、そんなお年寄りのお茶を飲みながらお話をする場所、お酒を飲みながらお話をする場所を提供している、お坊さん、の講演、それと、横浜でお医者さんをやっている方の、落語を聞きました。おととしはですね、福井県の東尋坊で、自殺を思いとどまらせる活動をしている元警察官の方、ちょっと待ておじさんという方の、講演がありました。とても非常にこれ興味あって、ぜひぜひ聞きに行きたいと思って、整理券くださいという、連絡をしてるんですが、まだ手に入っておりません。配ってるところちょっと行っちゃおうかな。なかなか仕事してると難しいんですけども、ぜひ聞きに行きたいと思っております。だいぶ時間進みましたね。ここで、予定では、いろいろ行いますけども、今日はここで音楽を1曲聴いていただこうと思います。ちょうど BGM も切れております。ですね、ガリレオのテーマをかけましょうかね。助川久美子さんで、地球は回るを聴いていただきます。ポチッ。泥の中で身を潜め
力の限り歌え高く。狐の子がつぶやく、どうして僕らは池川久美子さんの素敵な歌声で聴いていただきました、私ガリレオのテーマ、地球は回るです、そういえば私の名前のプレート出してませんでしたね、今日パーソナリティを、お務めさせていただいておりますガリレオ鈴木です。この、右上にありますのはお月様です。お月様といえばうさぎさん、ガリレオガリレイって皆さんご存知でしょうかね。イタリアの天文学者、
地動説を唱えた人ですけども、ちょっと写真の方を見ていただこうと思います。ちょっとガリレオにふさわしい写真を今日はいろいろ用意してきてます。ちょっと一時停止して進めましょう。先週末、私の別荘みたいなところ、茨城県常陸大宮市にあります、花立山天文台、天文台の名前ビスターというんですけど、美しいという、字に、カタカナのスター、英語のスター星ですね、でビスターというところがあります。そちらの、ボランティア、これもですね、レディオアクアスのように、天文台を運営しているのがボランティア団体です。まあ、この天文台作るのには当時、まだ市になってなかった三輪村が、予算を出したんですけども、この望遠鏡もかなりの部分手作り、ボランティアのスタッフたちの、手作りで作った望遠鏡です。そしてこれ全国でも珍しいのですが、観望会週に1回やってるんですけども、その運営も、市の職員とかがいるわけではなく、すべてボランティアが運営しているという、珍しい天文台です。そちらにですね、僕が行ったのはもうそういう観望会が 何年か行われてた頃に、観客として行ったんですけども、スタッフを募集しているということで、今では一緒にそのスタッフの方に参加しております。口径82センチという大きな望遠鏡が、設置されています。それから、前の方に、反射望遠鏡ですけども、2台ほど出ている。それから双眼鏡や屈折望遠鏡、人数が少ない時ですとその望遠鏡を自分で動かしてみて、いただいてもいいなというふうな形で、扱いやすい望遠鏡を揃えております。毎週土曜日、それから8月の夏休みになります、8月は、日曜日も、観望会を行ってます。夜7時から夜9時までの2時間、日が短くなる11月から1月までの3ヶ月は、夜6時から8時までということで、先週末、1月の12日の土曜日には、私その時の観望会の当番、案内人を務めてきました。ちょうど1月12日というのは旧暦の11月1日、新月の夜でしたので、非常に良かった。月がなくて、アルテミス様大好きなんですけども、月がない時というのは星がすごく綺麗に見えます。そして天気も良かったので、実はここ、星が綺麗に見えるということで、宿泊の施設ログキャビンが4棟5棟あるのかな、そこにもですね、天文マニアの人たちが集まって、星の写真を撮ったり、星を眺めたり、遠くから来ていらっしゃいました。その模様も写真に上から、天文台の上から撮ってしまいました。ここにもですね、ちょっとこれ写真画面では分かりにくいかと思いますけども、秋の、ペガサスの四辺形という、星の並びがあって、その上にはアンドロメダ座があり、アンドロメダ大星雲も見えていました。素晴らしい満天の星でした。その秋の星座を、写真に撮ったものです。この写真撮ったのは、ニコンの 1V1 というカメラ、僕が木村君と呼んでいるカメラですね。今日は持ってきてないんでちょっと紹介できませんけども、それで、三脚に固定して、いわゆる固定撮影、今のカメラだと非常に感度が高くて、これ最大30秒までの露出をできるんですけど、30秒で結構映ります。天の川の周、ところなんですけど、ペルセウス座とかカシオペア座のところ、星がかなり濃くなって綺麗に映ってます。スバルまで見えてますね。それからこれは、冬の星座、東の方は冬の星座、オリオン座を中心に冬の星座がたくさん見え、いろいろ見えます。冬は明るい星がたくさんあり、一等星が7つありますが、真ん中にあるベテルギウスを除いて周りの6個を並べると、ダイヤモンドのようになるので冬のダイヤモンド
と呼ばれてます。これが1枚の写真に収まってるものです。ちょっと分かりにくいかな画面では。星を眺めた後は美味しくビールとおでんと、いただきまして早めに休みました。翌朝目が覚めるとまだ日が昇る前で、せっかく天文台にいたんで星空を眺めました。そうするとですね、蟹座のあたりなんですけど明るい星があって、あれ今そこに惑星があったかななんて思いながら、望遠鏡双眼鏡をそちらに向けようと思ったらその星が動いてることに気がつきました。実はそれ国際宇宙ステーションだったんですね。UFO ではありません。 UFO のような奇妙な動き方はしないで、直線上に動いてますね。ここそうですね。これ、なんとか沈む前に写真に収めることができました。これも多分ニコン1で30秒の露出をかけております。30秒の間にそれだけ位置が動いているということです。明るさは、木星とか金星とかぐらい惑星ぐらいの明るさをしてます。ここ下に白く見えてるのは双眼鏡です。そして、日の出前東の空には、サソリ座が昇ってきてました。夏の星座です。そして左側には金星、これも非常に明るいんですけども金星が昇ってきておりました。月は新月なので見えません。この後しばらく経つと日が昇ってくるんですが、日の出の様子は写真に撮りませんでした。それからこれ朝食にいただいた、こんなもんまで撮ってますけど、セブンイレブンのちゃんぽんに、なぜか天文台にお餅が置いてあって、まあ餅を持ってきた人が置いてっちゃったんでしょうね多分。お餅があったので餅入りのちゃんぽんをいただきました。朝から結構たまるものを食べましたね。それからこれ、天文台のボランティアスタッフが、この1月から、茨城新聞に、掲載を始めました、空のささやきというコラムと言っていいんでしょうかね、情報を掲載しております。ここで年の初めなので今年はこんな天文イベントがありますよって話が書けるといいんですけど、去年に比べると今年は何もありませんって書いてありました。ところがですね、今、ネットとかでちょっと検索してもらうと分かると思うんですが、明るくなるんじゃないかという彗星が、見えています。見頃は3月4月なんて言ったかな、名前ちょっと忘れてしまいましたけども、その彗星の話題が出る前にこれ原稿が上がってたんで、その話題は出てませんが、3月4月には、明るく大きく尾を引く彗星が見られるんじゃないかという話が出ております。その後、天文台で体を冷やして、夜疲れた体を温泉で温めました。天文台ですとね決してそんな寒くはないんですよね。部屋には戻れば床暖房は効いてますし、先ほど食べたような美味しいおでんや、ちゃんぽんをいただいてますんで、そんな体冷え切ってるわけではないんですが、恒例の温泉に行ってきました。旧三輪村には笹の湯という素敵な温泉があります。さっきもちらちら見えてたと思いますが、笹が目の前にある露天風呂、この足は私です。お風呂上がりにはやっぱり牛乳ですね。ビバ牛乳です。これ那須塩原さんの牛乳ではないと思いますけども、温泉に牛乳が売ってました。お風呂上がりにいっぱいいただきました。彦星織姫となってますのはこれは男湯と女湯という意味です。なかなか星にまつわる素敵なとこですよね。それから、ランチはお蕎麦をいただいてきます。この闇戸山系というのは蕎麦の産地、特に最近では品評会でもかなり上位を占めているお蕎麦です。三輪村には矢鹿さんという美味しいお蕎麦屋さんがあります。そちらでいただいた、盛り蕎麦セット、野菜の天ぷらと、だし巻き卵とちょっとした小鉢がついています。これで1000円だったかな。
美味しいですね、お蕎麦、群馬県出身の私から見るとこの栃木や茨城というところから蕎麦が美味しい、それから鮎が美味しい、天国のようなところですね。こちらにもちょっとそのお蕎麦屋さんのメッセージが書かれておりました、おりましたっていうと失礼ですね、メッセージが書かれていらっしゃいます、当店は地産地消を目的としてそばの栽培から収穫、製粉、製麺まで全て行っています。そうなんです、このお蕎麦屋さんお蕎麦栽培してます、常陸大宮産常陸秋そば 100% 使用しておりますということで、先ほどのそばなんですけど麺が10割28、それからやじか、お店の名前にもなってますやじかという麺があります。さらしなのような、粉にそば、の甘皮を入れて作ってる麺、非常につるっとして喉越しがいいんですけどもそばの風味が楽しめるおそばです。美味しいですね。これで終わりかな。はい、以上週末私が楽しんできた、お隣茨城県の、常陸大宮市旧三輪村の、素敵なところ、実はですねこれの他にもね、三輪村ではなくて隣の小川村になるんですけども、旧小川村になるんですけど、生クリーム大福の美味しい、お菓子屋さんとかもあります。興味のある方はちょっと国道293号線でですねちょっと足を伸ばしてみてはいかがかと思います。私今度は3月その彗星が見られる頃に当番で行くんじゃないかな、またその辺近づいてきましたらその彗星の情報とかも、流せたらいいななどと思っております。あ、結構話をしてたら時間が来てしまいましたね。それでは3つ目の扉、2つ目の扉今日はないので、3つ目の扉に移ります。懐かしの扉、今月のメールテーマは、壊れてしまったもの、なくして失われてしまったものの思い出ということで、メールはまだいただいてませんね。お待ちしております。ちょっとなかなかね思い出せないですかね。でもお気に入りだったものとかってなくしてしまうとしばらくショックで、壊れてしまったりするとショックですけど、それからまたしばらくするとまたね思い出の中でそれが生き続けてくれたりします。この年末私は、いろんなものが壊れました。温風ヒーター、それから洗濯機、ハードディスクレコーダー、いろんなものが壊れました。それからもう前から壊れてたんですけどもオーディオアンプも壊れました。みんな新しいものになりました。新しいものばかりじゃないですね、中古品もあったりしますけど、ただ今回壊れたもので特別な思い入れがあるかっていうとなかなかなさそうですね。で、ちょっと今星の話をしてて思い出したんですけども、このお月様ですね、私、今腕時計してません。ずっとお気に入りの腕時計がありました。どんな腕時計かというと、お月様が出る腕時計です。ムーンフェーズという機能なんですけども、お月様って毎日毎日少しずつ形を変えていきますよね。そのお月様の形をちゃんと表現してくれる時計というのがあって、それがとてもお気に入りでした。今でも欲しいなと思うんですけどもなかなか売ってません。もし、こんなのがあったよって教えてくれたら、買いたいななんて思ってるんですけども、本当はね全部機械式の、ムーンフェーズの機能のついた腕時計が欲しいんですけど、最低2、30万するんでとても手が出ません。クォーツの、ムーンフェーズの時計、もう3つぐらい僕多分使って壊れ、使っては壊れ、使っては壊れって3つぐらい多分壊れたの持ってます。
今はそれがないので腕時計しなくなってますけども、まあ携帯でも時間分かりますしね。あ、そう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 、携帯、スマートフォン、それからパソコンなどでもその月齢を表示する、アプリなども今あって、そんなのもいいなぁということも考えてますが、なかなか、利用できないでいますね。それよりも、月齢が表示されているカレンダー、こちらも、何年かずっと使ってますね。今年は、昨年映画で見ました天地明察の、渋川晴美さんにまつわる、カレンダー、日めくりのカレンダーがありまして、それを利用しております。今度それ紹介しましょうかね。何しろアルテミス様、月の形が僕にとっては重要なので、そういう表示が出る腕時計というのはずっとお気に入りで使ってました。他にお気に入りだった、今はなくなってしまったお気に入りだったものって何があるかな。今日はそんな、天文、ガリレオにまつわる天文学者、ガリレオにまつわるところで、天文の話をたっぷりとさせておりいただいております。エレンスさんが言いないのいいってことに、自分の趣味の話をドドドッとさせていただいてますが、そろそろお時間もあれですね、9時ぴったりまでできないかもしれませんけども、今月メールテーマは、壊れてしまったもの、失われてしまったものにの思い出ということで、募集しています。自分にとってお気に入りのもの、壊れてしまったお気に入りのもの、手放さなければならなくなってしまったお気に入りのもの、そんなもののお話、聞かせていただきたいなと思います。多分皆さん一つや二つあるんじゃないかなと思います。そんな風にね、話題に上らせるということで、その思い出が蘇る、その品物自体も心の中では蘇るということにもなります。ぜひぜひお寄せいただけるとありがたいです。それではですね、来週はエレニスさんいらっしゃるかなと思いますけども、今日は成人式でしたから、まあ、これから、今日これから、まあ、雪は止んだんでしょうかね。風が多分強くなると思います。台風のように発達した低気圧が通り過ぎました。雪が止んだとしても、これからまだまだ風が強く吹いて、明日の朝には、路面が凍結したりすると思います。くれぐれも車の運転には注意していただきたいなと思います。それでは、番組をちょっと早いですけどもね、終了させていただこうかと思います。BGM を1回切りまして、お別れのジングルを、入れたいと思います。レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアス、エイト、トゥワー。それではさようなら、チャオ、また来週。